いつの日かあなたの主がここを訪れるまで待っていてください。あなたの言うように長い眠りが彼の記憶を奪ったとしても大丈夫。あの人はまたきっとあなたの前に現れます。ハイラルの姫巫女よ、そなたこれからどうするのじゃ。この剣がマスターソードが教えてくれました。私にはやることが、まだやれることがあります。強うなられたの、姫巫女。デクノキ様、いつの日か彼がここを訪れたら伝えていただけますか。私は、さてさて、かの者に聞かせる言葉は主の口よりこそ紡がれるべきではないか。